はい、どうも、酒好きな元新潟人の飲酒動画。今回は、日本酒です。久々にね、今年、非常にね、今、冬なんで、寒いということで、日本酒をね、熱燗か何かして、飲もうかなと。で、安かったんで購入しました。菊水の辛口ですね。新潟県産米100%使用。値段が、これ一升瓶なんですけど、これが、1700円ぐらいですね。安かった。原材料名が米と米麹と、醸造アルコール。精米部合が70%。アルコール度数が、15度。菊水の、製造者が菊水酒造株式会社というね、僕が、すん、あの、もともと出身のね、新潟県の、新発田市というところにあるところですね。ある会社です。新潟清酒の、定番とも言える淡麗辛口酒。清流のようなキレのいい味わいは、燗にしても冷やでも、その特徴を失うことなく飲み飽きずに、お楽しみいただけます。ここにね、温度。ロックが丸、冷やしてが丸、常温が丸、人肌感が丸。それで、熱燗は、丸がついてないので、熱燗は、あんまり美味しくないみたいな感じなんですかね。このね、菊水の辛口はね、コスパが結構いいんですよね。新潟の、新潟といえば、淡麗辛口。で、割とどこでも、コンビニでもね、売ってますんで。非常に手に入りやすい。よいしょ。ただね、買った後にね、気づいたんですけど、そこのね、俺が買った店はですね、八海山の、俺が大好きなね、日本酒の、八海山の、普通酒が、千、じゃ、二千、二千三百円ぐらいで売ってたんですよ。ちょっと高えなと思って、こっちにしたんですけど、アマゾンでググったら、2100円で売ってました。送料無料で。俺プライム会員なんですけど、だから無料なのかわかんないけどね。よし。それでは、いただきます。乾杯。美味しい。癖がなく飲みやすいです。ただ、八海山に比べると、やっぱり、若干、癖があるというか、そうですね。いろいろ、日本酒もね、いろんな味ありますからね。で、新潟の、越の寒梅っていう、日本酒がありますけど、あれはね、前飲んだこと、レビューもしてると思うんですけど、ほとんどね、水なんです、あれ。ほぼほぼ水なんですよ。うまいかって言われると、ってなるんですよね。うまいんだけど、癖がなさすぎてっていうか、風味が、非常になさすぎて水のように感じる。で、この菊水の辛口は、ちょっと、風味が、風味というか癖が若干あるんですけど、で、八海山の、
普通酒は、まあ、ちょうどいい感じですね。うん。その中間といったところですかね。うん。あ、うま。あ、でもやっぱうまいっすね。まあ、日本酒は一番好きなのが、あの、八海山の一番安いやつが一番、あの、好きなんですよ。あの、本醸造のね。うん。うん。でも、この菊水の辛口も、うん。美味しいですね。うん。ちょっと、温めますか。まあ、値段の差がだいたい、400円ぐらい差があるんで、あの、八海山とね。まあ、そう考えると、八海山買った方が良かったかなって感じもするんだけど。うん。まあ、いい、せやな。まあ、アマゾンでね、あの、八海山売ってますんで、2100円です。安いですんで。まあ、興味がある方はね、購入してみてはいかがですか。若干、あの、若干ぬるい、これ。うん。うん。うん、美味しい。八海山は、精米具合が 60% なんですよ。こっちが 70%。八海山は普通酒なんだけど 60% なんですよね。まあ、つまり、これが70% だから、つまり 30%、米を 30% 削ってるってことですね。で、八海山が、精米部屋が 60% だから 40% 米を削っている。大吟醸とかは、あの、精米部屋がね、30% とか、それぐらいなんですけどね。まあ、つまり7割削っている。まあ、基本的に削りすぎても、あんまり、あの、風味が死ぬ気がするんですよね。菊水の辛口。で、新潟県産米 100% 使用。うまさを残す生詰製法。生詰というのは、何でしょうか。独自の技術により、熟成による味わいが残った風味をそのまま、密閉する製法です。出荷前の火入れ、過去加熱処理をあえて行わないことで、フレッシュかつ、軽快な風味としっかりとした旨味を合わせ持つのが特徴です。うん。いわゆるあれですかね。ビールと同じかな。あの、生ビールって言うでしょ。あれ結局加熱してないから生ビールって、あの、言うんですけど。うん。確かそうだよね。うん。逆に加熱してるやつが確か、キリンのクラシックラガー、確か。キリンのクラシックラガーはあれだよね。クラシックラガーは、確か、昔ながらの製法で、あの、加熱してるはずですけどね。確か。だから加熱してないやつが、あの、ラガーですね。確かね。当時と、あ、違う。昭和40年頃の味わいを当時と同じ熱処理製法で作り出しましたって書いてある。まあ、クラシックラガーだから、
昔は火入れしてたってことですね。まあこれはこれで美味しいんですけど、ただアルコール度数が若干低いという 4.5%。 これは個人的にキリンのラガーの方が好きなんですけど、ちなみにこのラガーというのが、低温で熟成させるビールのことと、キリンラガービールは美味しさをたっぷり、引き出すため約マイナス1度の低温でじっくりと熟成させます。今なんか変な音した。あれ？なんか、変な音した。大丈夫か？まあ基本的に今のビールって、火入れはしてないですからね。まあ、生ビールって、ね、言われてますから。まあ昔は、生ビールではなかった。でもクラシックラガーもね、確かにうまいはうまいんですけどね。キリンのラガービールに比べると、なんだろうな。さっぱり してないんですよね。キリンのラガーはすげえさっぱりした味わいなんだけど。若干その丸みがあるみたいな風味があるかなって。思いますけど。その名の通り、キリリと引き締まった味わいが堪能できる一本。冴えた辛さの中にしっかりと旨味が乗っており、冬は寒で、夏は冷やでと、季節に合わせて幅広くお楽しみいただけます。ただ日本酒ってね、基本夏飲まねえんですよ。絶対。俺はね。俺基本的には夏飲まないですからね。日本酒はやっぱ若干甘いんですよ。これ辛口って歌ってるけど、ぶっちゃけ甘いんですね。だからなんか、やっぱビールとか苦いビールとかさ、やっぱうまいって感じるんですよね。まあ冬だな、大体な、飲むとしたら。まあ逆に言うと、冬はね、ビールも飲むんですよ、冬でも。割と飲むんですよね、冬でも、ビールは。まあなんでなのかっていうと、よくわかんないですけど。なんでだろうな、まあ酎ハイとかもそうだよね。冬でもチューハイは飲むんですよ。夏でも飲むけど。冬でも飲むんですよね。だけどやっぱ日本酒って冬しか飲まねえんだよな。これなんだって言われると、やっぱり日本酒ってやっぱ甘いんですよ。米だから、基本的に。米ってほら、噛むと甘くなるでしょ。あの感じね。あの感じがあるんだよね。結局。それ最近、関係ない話ですけど、アニメでね、ブギーポップは笑わないっていうあのアニメが最近ね、上映されましたけど、上映っていうかね、やってますけれども、非常に好きですね。
ブギーポップは笑わないっていうあのシリーズが、もともとはラノベの、ね、ラノベ、原作がラノベなんですけど、俺が高校生の時に、兄貴から、これ面白いぞって言われて、ラノベをね、ブギーポップは笑わないのラノベを、勧められて、見て、すごい面白くてハマって読んでましたけど。10年前ぐらいに一回アニメになったんですけど、なぜかその原作基準のストーリーではなく、その原作の何年か後の話なんですよね。なぜか。勝手にアニメがオリジナルのね、ストーリーを展開してるんです。わけわかんないというか、なんでそういう仕様にしたのかよくわかんないけど。ただ、アニメのその絵の人が、絵の描いてるイラストのね、人が、原作と同じ人だったんで、まあまあまあって感じなんですけど。今やってるそのブギーポップは笑わないの、ね、新しい方は、イラストが、その原作者と別になっちゃって、変わっちゃってですね。すんごいのっぺりとした、絵で、そこが非常にちょっと悔やまれるんですけど。ちょうどさっきまで、ブギーポップは笑わないの、ニコ生で1話と2話の上映会があったんで、今見てますけど。まあ、ストーリーは別に、原作基準でなってて、ああ、いいなとは思うんですけど。やっぱりね、イラストがね、全然ダメですね。あれはね。全然、イラストがもう、なんだこれみたいな。イラストなんで。ちょっと、嫌ですね。なんでそういう風にしたのかもよくわかんないですけど。なんでイラストのね、人を変えたのかも、よくわかんないですけど。まあ、なんか大人の事情があったんかまあ、この菊水の辛口のね、話題に戻りますと。これ普通にコンビニで売ってますんで。720ml ぐらいのやつが。コンビニでね、普通に売ってますんで。東京でもね、普通に売ってます。で、この菊水酒造っていう会社はですね、まあ、結構歴史のある会社みたいです。1881年創業らしいです。はあ。で、一番有名な、日本酒が船口一番搾りってやつね。船口菊水一番搾りっていう黄色いね、缶の、ワンカップの缶の、瓶じゃなくて、缶のね、アルミ缶のやつね。これも非常に全国でコンビニで売ってますんで。まあ、一番、売れ筋という、ね、商品ですが。まあ、俺はあんまり好きじゃないんですけど。船口菊水一番搾りが販売数3億本を突破って書いてありますね。1972年に日本初の缶入り生原酒として誕生した船口菊水一番搾りは皆様の一缶一缶に支えられ、
おかげさまで累計販売本数3億本を突破いたしましたって書いてある。まあ、どうでも売ってんすからね、これね。ぶっちゃけ結構甘いんですよ、こちらのね、缶のやつはね。結構甘いっていうか、うま口っていうか甘い。新潟の日本酒なんだけど、辛口ではないっていう。むしろ甘口のやつですね。まあでも、まあ売れてるからね。まあ人気があるってことでしょうね。美味しいっていう人が、やっぱ、いっぱいいるんでしょうね。まあでもなんか、缶の日本酒ってなかなかね、珍しいですね。普通はあれで瓶だもんね。ワンカップ酒とかも瓶でしょ。アルミ缶の日本酒ってほぼほぼないですね。今やツイッターでコンビニ最強酒として愛される存在になりましただって、3億本か。今日本の人口が1億2000万人ぐらい、1億2000万人ぐらいか。あ、でも1972年の10月から発売して、2017年の11月までって書いてあるけど、それでさ、あれ3億本だっけ ?3 億本だよね。すごいですね。即席カップ麺の元祖の誕生。ファーストフードチェーンの先駆け。が、日本1号店を出店。日本の食卓に、大きな変革がもたらされた1970年代初頭、日本酒の、常識を覆す姿形で、誕生した船口。お客様が飲みたいと思うとき、気軽に買える日常酒を目指しって書いてあるね。他にもあるんですよ。日本酒のね、パック酒っていうのがあるんだよね。1.5 リッターのパック酒っていう、スマートパウチの よく、野球部の人とかが、なんか、麦茶みたいなのをさ、こう変な、なんかでかいバケツみたいなやつにさ、こう持ってきて、こう、クイって、こう、ひねって、こう、ビャーって出すじゃないですか。あれみたいな形の、スマートパウチ、型ね。うわあ、これはうまそうだな。これうまそうだな。これはあれだね。おつまみとか書いてあるけど、これうまそうだな。まあ、新潟だけじゃなくて、
で、全国的にコンビニで発売してるっていうのはかなりすごいことだと思いますけど。ただそれが新潟の日本酒ではないんですよね。普通新潟の日本酒ってほら、辛口、淡麗辛口でしょ。でも菊水のその船口一番搾りは、全く別ですね。わりかし真逆いくんじゃないかっていう。淡麗かな。まあ、淡麗ではあると思うんだよね、さすがに。濁り酒とかだったら多分淡麗と真逆だと思うんだけど。淡麗で、まあ、うま口っていうか甘口みたいな感じ。一応、うま口とは言ってもですけどね。んで、あれですよ。コンビニのその冷蔵庫みたいなところに入ってますね。常温じゃなくて、多分常温だと、悪いんじゃないの？多分。生原酒だから。生原酒だから火入れしてないんですよ。火入れしてないから多分、常温で保存しとくと、まあ、やばいんちゃうかな。おそらく。まあ、だからさっき言ったように生ビールみたいなね。生ビールと同じような感じで、生原酒。コクのあるうま口って書いてあるね。なるほどね。今度買ってみようかな、コンビニ行ってな。久々にな。船口菊水一番搾りね。これね、他にも種類があって、熟成されてる、赤いね、ラベルの、菊水一番搾り。熟成タイプと、あと、薫香タイプっていうのがあって、ちょっとなんだろうな。もう味が違うんですよね。何が、薫香なんだろう。あと、新米とかもありますね。新米の、船口一番搾り。ね、新米新酒。うわ。牡蠣うまそうだな、牡蠣。そういえば、今年まだ牡蠣食ってねえな、牡蠣。牡蠣大好きなんだけど。牡蠣大好きなんだけど、生で食うとあれだもんな。養殖だったら当たらないか。養殖だったらいいんだけど、まあ。養殖だとあれなんですよね。形がちっちゃいんですよ。まあ、いわゆるまずいんです。養殖はまずいんですけど、当たらないっていう。まあ、いろいろ貝類はあれだね。毒素が、ね、蓄積して、で、なんつったっけな、アニサキスじゃなくて、なんかね、やばい、風邪みたいな状況になる。風邪じゃない、インフルエンザ的なね。インフルエンザ的な感じになるんだよね。俺、一回も当たったことはないんだけど。貝類っていうのは基本的に なんていうの、水質？その水質によって、まあ、綺麗な場所だったら大丈夫なんですけど、割と、ね、工業地帯とかの、ね、海とか、川とか、ああいったところの、毒素を体内に蓄積するんですよね。それで当たるっていう。だから、ちゃんと火通してくださいとかさ。まあ、昔レバー。
馬刺しとかでさ、なんか問題あったけどさ。まあ、ああいう感じだったね、多分ね。結局。まあ、他にもレバーとかさ、馬刺しだけじゃなくて、レバーとかも。ねえ。ちゃんと加熱してくださいとかさ、書いてあるじゃないですか。だから本当は、養殖じゃなくて天然のやつが一番うまいんですよ。身もでかくて、非常に美味しいらしいんですけど。でもまあ、食べたらまあ、多分ね、1個か2個ぐらいだったら大丈夫なんで。10個とか食うと、多分当たるんですよ。あれ、なんつったっけな、あれな。熱が出て、吐き気と下痢が起こるとか、なんとか聞いたことあるけど。あ、ノロウイルスですね。ノロウイルス。ノロウイルスは、ねえ、毎年なんか問題になるけど。あれ、めちゃくちゃやべえっていう。感染力が半端ないんで、トイレの、ドアノブとかからも、ね、触ったら、かかっちゃうんで。だから、なんだ、アルコール除菌とか、アルコールで飛ぶんだったかな、あれな。まあ、多分そういうアルコールとかを、まあ、推奨してますけどね。いや、インフルエンザがたちが悪いっていう。なあ。よく言われてるよな。毎年毎年なんかなんか、ね、ノロウイルスが、ねえ、どうたらこうたらで、社員が何百人、ねえ、休まざるを得なかったとか。ノロウイルスね。ノロウイルスは、乳幼児から成人に至るまで幅広い年齢層に、嘔吐、下痢などの胃腸炎症状を、起こすウイルスです。大きさは直径が約38ナノメートルと非常に小さいですが、牡蠣などの二枚貝を介した、食中毒の原因として、また学校や病院、老人保健施設など、施設内、集団発生事例の原因として、社会に与える影響は極めて大きいウイルスです。まあ、言うてもインフルエンザもそうだからな。インフルエンザだってほら、なったらさ、もう会社来んなって話になって、なあ、一週間ぐらいお前休め、みたいな、なるけど。でも俺なんだかんだ言って、ノロウイルスは未だにかかったことないな。なかったっけ？多分ないと思うけどな。だから家とかで家族で住んでたりすると、一人がノロウイルスになったらもう、その3人4人全員が、ね、なっちゃうんで。確かね、これアルコール除菌でもね、効かねえんですよ。確かアルコール効かねえんですよ。このノロウイルスは。確か。おそらく。確かそう聞いたことあるな。あれ？どうだったっけな。インフルエンザは多分ね、アルコールで死ぬんですけど、ノロウイルスは死なないんだよな。だから、殺すには、加熱か、塩素系の漂白剤かなんかで、あれしなきゃいけないんだよな。なあ。確かな。ウイルス性腸、ん？ウイルス性胃腸炎。
予防方法。ノロウイルスは感染力が強く、10から100個という少量でも感染すると考えられています。感染したノロウイルスは腸管内で増殖し、患者の、糞便や、嘔吐物 1g の中に100万個から10億個のものウイルスが含まれていることがある。あ、でも書いて、あ、消毒用エタノールで浸すようにしてって書いてるから、あ、一応聞くのか。あれ？ノロウイルスは様々な消毒剤に対して高い抵抗力を持つと考えられているウイルスで、一般的にアルコール、過去エタノール、イソプロパノールには効果がなく、あ、やっぱ効果ないんだ。塩素系の消毒剤、かっこ次亜塩素酸ナトリウムのみ、効果があるという認識が広まってきているようです。ほう。しかし、塩素系の消毒剤は、食器や床などの消毒には使用できますが、手指など、人体に使用すると手荒れを引き起こす可能性がありますので、手指の消毒にはアルコールを用いることが好ましいと考えられています。ほう。なお、最近の研究では、80、ボリュームパーセントエタノール、かっこ消毒用エタノールでも、ノロウイルスの代替ウイルスのカリシウイルスやマノウノロウイルスに対してある程度の消毒効果があることが、示されています。まあ、つまり、エタノールでもまあいいってこと。一応。一応、効果はあるみたいな感じみたいですね。だからそこら辺に、まあ汚い話だけど、まあ、嘔吐とかして、それで床とかを汚れた場合は、塩素系の消毒で拭き取るとして、手とかにはちょっと肌荒れとかが、塩素系だとやっぱ溶かしますからね。肌を溶かしますんで。まあ、それで、はちょっと使えないので、エタノールで代用すると。これね、俺もね、昔ね、食品工場で働いてたんですけど、これありましたからね。マジで。とんでもない、人数の、社員が、もう、かかってノロウイルスになって、で、大半がもう、欠勤して、もう工場が回らなくて、もうすげえ残業とかめちゃくちゃしてたっていう、その別のね、俺が働いてるとこではなかったんですけど、働いてるっていうか、部署は違ったんで、俺関係ないんですけど、そうらしいですって聞いて、はあって。なるほどな。まあ、インフルエンザでも確かに感染力強いですけど、インフルエンザはやっぱりあれだよな。インフルエンザ熱が出るから。あれだね。ノロウイルスは熱は出ない臭いな。ノロウイルスかかったことねえかわかんねえ。
関係ない話だけど、俺が小学生の時に、インフルエンザかかったことが、まあ、あって、で、真夜中に、確か、日曜とかで、病院がやってなかったんですよ。それで、深夜に、緊急のね、なんか病院とかの、その窓口みたいなところを、行って、で、その時に熱を測ったんですよ。そしたら、なんと42度だった。熱が。あれはもう、今でも覚えてる。もうね、40、だから、普通42度とかになると死ぬっていう話を聞くでしょ。実際俺42度だったんですよ。マジで。で、それで、そのお医者さんがすげえびっくりして、まあ大変だみたいなことになってたとは思うんですけど、とにかくその時の俺の記憶が、割とね、なんだろうな、あれな。なんかね、頭がとりあえずクラクラしてて、なんか、混乱状態になってたね。もう逆に熱とか、寒さとか感じなくなって、た気がする。39度とかだとほら、逆にきついんですよ。40度超えたり42度とかになると、逆に寒さ感じなくなって、頭がクラクラして、フラフラになる。で、わりかしね、意識がはっきりしてた記憶はある。でもその後に、しばらく経って、まあ、人間の体というのは42度になると死にますっていうのを聞いたんですけど、いや、それ嘘だろって言ってましたね。そもそもね、体温計ってね、42度以上になるとエラーになるんですよ。だからそれ以上測れないんですよね。だから俺のやつはエラーになってて、もう42度以上になってたって、なってましたね。でも確かに不思議だよな。結構覚えてるもん、覚えてるってか、そこまで辛かった覚えないですよ。一周回って大して辛くないんですよね。42度とかになると、逆に辛いのは39度ぐらいなんですよ。38度、9度ぐらい。あれあたりがもう一番きついんですよ。逆にね、42度とかになるとね、辛くなくなる、ね。間違いなく。ただ人間って42度とかそうなっちゃうと、頭が、脳が、タンパク質で固まり始めるんで、多分、頭がいかれるんですよ、結局。下手したら障害とか残っちゃうんで。まあ、やっぱ一番やべえのは脳ですからね。凝固しちゃうんで、タンパク質だと。まあ、手とかタンパク質だけど、まあ、ねえ。凝固しても大して問題ないでしょ。脳はやっぱやばいですよ。確実に。確実に脳は、ね、下手したら後遺症に残っちゃうんで、皆さん気をつけた方がいいですよ。とりあえず俺がいつも毎日やってんのは、家に帰ってきたらとりあえず、うがい3回して、違う。あれですね。まず最初に石鹸で手を洗う。その後にうがいを3回する。これ徹底してますね。特に今一人暮らしなんで、
風邪をひくと、ぶっちゃけいろいろ、つらいですからね。一人暮らしで風邪もつらいし、インフルエンザになったら特に大変なことになる、本当に。マジで大変なことになるから。もう、大変だよ、本当に。ただでさえ、ろくなもん食ってねえっつうのに、お前。ろくなもん食ってないっつうのにさ、またお前、自分でほら、なんかほら、ね、材料買って、料理とかしなきゃいけないわけでしょ。まあ、料理はしなくてもいいとしても、まあ、あれだよね、買い物は行かなきゃいけないよね。まあ、おかゆですね。おかゆ。おかゆが一番かな。やっぱりね。おかゆと、あとあれですよ。梅干し。梅干し俺大好きなんで。おかゆと梅干し。今最近ほら、あれじゃん。コンビニで、おかゆの、な、パウチみたいなやつ、売ってるでしょ？ね、パック詰めされてる、あれな。一人前とかのやつな。だから、あれ買ってきて、ね、温めりゃできるから。わりかしあれだな。なんとかなるか。料理はする気ねえからな、当然な。そんなインフルエかかって料理なんてしてられへん。死ぬで。でもあれだね、まだ今年、ノロウイルスとかのニュース、あ、でも、インフルエンザは聞いたことあるな。インフルエンザ今流行ってますよって、いうのは聞いたことあるけど、まだあれですね、ノロウイルスのうんちゃらかんちゃらはまだ聞いてないな。インフルエンザの予防接種ってあるじゃないですか。あれ大体、医者によって3000円から5000円ぐらいするんですよね。変わるんです、あれ。あれ、医者が勝手に決められるらしいですね。値段ね。俺、受けてないです。俺、毎日、いつも受けないんですけど。単純に金が無駄なのと、インフルエンザの予防接種はあれ、意味がないらしいという話を、ネットで見たんで、もう、やってないです。マジで。なんか意味がないらしい、ね、っていう話を聞いた。まあ本当かどうかわからないけどな。なんか医師は絶対、医師は、インフルエンザの予防接種は絶対にしないとかって。なぜなら意味がないことを知ってるからとかね。そういう話を聞いたことがある。なんだかんだもう49分になってる。50分、1時間近くやってる。やべやべ。コクはないでしょ。甘みはまあ、香りは、香りはちょっと強いかな。あ、これ美味しいでしょ、全然。まあ値段も1700円と安いですからね。はい、ということで、2344です。ご視聴ありがとうございました。